はい、どうも、ホソピーです。さて、今日はですね、iPhone のね、充電方法についてのご質問がありましたので、こちらに答えていきたいと思います。まずコメント紹介していきましょう。こちらの方ですね。はい、あいうえおさんからのご質問でございます。iPhone の正しい充電方法について教えてほしいです。例えば、過充電しないとかっていうね、まあ、具体例も含めて、今回ね、質問いただきました。で、今回、まあ、コツというところで、バッテリーの、まあ、寿命をこう長持ちさせるコツ、まあ、公式サイトにもね、載っているものと、あとは私の実体験に基づくようなことを、まあ、含めながらですね、コツを3つ、紹介したいと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでですね、まずね、一つ目のコツ、まあ、これはですね、最新のソフトウェアにアップデートして使ってくださいということがこれ一つ目です。で、これはですね、公式サイトにしっかりと明言されております。で、先進的な節電技術が含まれていることが多いので、可能な限り最新バージョンの iOS を使用してくださいと、まあ、このようなね、記載がですね、バッテリーの項目のところを調べるとですね、載っているんですよ。はい、ということで、ソフトウェアがアップデート、iOS が最新のものになればなるほど、まあ、セキュリティ的なものの、まあ、穴を埋めたりだとか、よりこうバッテリーに優しいね、そういうね、OS にパワーアップしているっていうところをしっかりと Apple はやってきているようなんですよ。なので、なるべくですね、最新の iOS ね、今で言うと iOS の 15.3 ですね、はい、これを使うというところをですね、公式で推奨しているということになりますので、まずこの一つ目ね、ソフトウェアの、アップデートというところをね、しっかりと押さえておいてください。はい、では次、二つ目の項目がですね、非常にまあ多岐にわたるんですけれども、まあ、極端な周囲温度を避けると、まあ、こういうね、言い回しで公式サイトにも出ております。で、これはね、いろいろな見方があるんですが、要はですね、注意しなきゃいけないのは温度なんですよ。バッテリーって、まあ、温度にめちゃくちゃ弱いというところで、極端に高温もダメだし、低くてもダメで、結構こう高温な状態で長く使い続けるっていうのが最もバッテリーにダメージを与えるっていう使い方になります。で、具体例を出すとですね、適切な周囲温度範囲で使うことということで、具体的に数字出ておりました。16から22度っていう数字が出ていて、まあ、これについてはちょっと分かりにくいところもあるんですが、 iPhone の場合、部屋の温度はどれぐらいが適正なのかっていうと、0度から35度っていうような記載があります。なので、真夏の炎天下の屋外使用って、まあ、40度近くなったりするじゃないですか。そういうところで長時間使うとかっていうのは、ものすごくバッテリーにダメージを与える使い方になるということになります。まあ、寒すぎてね、氷点下になるような地域で、長く使うとかっていうのも非常にバッテリーにとっては悪いということになります。まあ、基本的に0度から35度、お部屋の中にいればこの範囲に収まってるはずですから、まあ、周囲の温度としては、まあ、適正かなということになります。で、保管温度というところの記載もあります。で、こちらがですね、マイナス20度から45度っていう、まあ、これもかなり広いんですけれども、基本的にこの範囲で、保管するときね、これを超えることはまあないでしょうというところになるんですが、例えば真夏の炎天下の車の中に iPhone を長く置きっぱなしにしてしまうとか、これもですね、バッテリーへのダメージはまあ果てしないものがあるよということなので、まあ、とにかくこのね、2番の項目の温度管理というところに関しては、結構こういろいろ注意しなければいけないところが多いかな。で、まあ、今言った部屋の温度だったりだとか、保管温度ね、これもまあ部屋の温度と捉えていただいてもいいんですけれども、ここの場合でこう使ってる時のですね、この iPhone 自体のまあ発熱っていうところですね、これもね、かなり気をつけなければいけないというふうにまあ書かれているわけですよ。例えば実際にね、公式サイトに記載があるのが、この充電する時に特定の種類のケースを外すと、要は温度上昇を避けるっていうことになるんですが、まあ、このね、ピタカのケースに関しては、まあ、こういったですね、下が切り欠きになっていたり、横のところも切り欠きで、この iPhone 自体をですね、密閉するような感じではないので、まあ、温度の逃がし方としては、まあ、優秀な部類に入るケースなのかな。これがもっとですね、こう温度を閉じ込めるような感じになってしまうと、充電の時に iPhone 自体が熱くなってバッテリーへのダメージが大きいというところで、まあ、このような書き方になっているのかな。まあ、温度を逃がさないような感じのケースをしている方はですね、まあ、充電にね、よほど気をつけるのであれば、
ケースを外して充電をするというようなことを、まあ、気を使ってやる必要があるかもしれません。で、まあ、ここからはですね、まあ、私の実体験でこれバッテリー寿命を明らかに短くしているっていうところね、まあ、これどんなことが挙げられるかっていうと、うちの子供なんかよくやっちゃうんですけれども、バッテリーがこう減ってきてる状態で充電をしながらゲームをするとか、充電しながら動画を見るとかね、これね非常にバッテリーには悪いですね。なぜかというと、充電をする、まあ、それも低いパーセントまで下がっちゃった場合ね、 20% ぐらいまで下がっちゃった場合に充電をすると、で急速充電をしてそこそこ発熱します。なおかつ本体に負荷がかかるような、まあ、激しいゲームをやっているというような状態だと、まあ、本体が充電の発熱と使っている状態の発熱でダブルで発熱しますから、まあ、さっき言ったですね、まあ、周囲温度範囲とかっていうのかな、これの適正範囲を多分超えてしまいますから、バッテリーへのダメージが大きいというところです。はい、というところでですね、まあ、もう一個ね記載ないんですけれども、その使い方のそのバッテリーのね使用範囲 20% から 80% の、まあ、この間を、まあ、充電して継ぎ足し充電ね、こんな感じで使っていくのがいいよっていうような記載がされているサイトもあったりもしますので、具体的にアップルなんかもパーセントっていうところは書いてはいないんですが、 100% にして使いなさいよとかっていうのも書いてませんので、あとアップルのですね最適化充電をオンにすると 80% で1回止まるっていうような、そんな機能もついているっていうところから想像すると、やっぱり20から80ぐらいでフル充電で常に使い続けるっていうところは、まあ、どちらかというと避けた方がいいのかなというのは、まあ想像できるところかな。でこの温度のところで、よくあるですね、まあ、質問ね、コメントなんかでよく言われるんですけれども、急速充電器、まあ、こういったですね急速充電器を使うことによって、まあ、要は温度が上がるというところも懸念してるのかな、こういったものってバッテリーに悪影響なんじゃないのかなっていうふうに考えてる方が、質問される方ね、結構いらっしゃるんですが、まあ、このアンカーもですね、最新モデルとか、温度がなるべく上昇しないようにね、設計されてますよとか、まあ、そういうね、記載もありますから、気になる方はですね、このアンカーのね、最新版の急速充電器、これ 20W で、まあ、最新のですね、iPhone 13 とか、まあ、1個前のもう12とかね、20W の急速充電っていうところで対応してますから、まあ、このあたりも、まあ、導入してみるっていうのもいいかもしれません。気になる方はね、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらからチェックしてみてください。はい、ではね3個目のコツですね、これはですね 0% まで使わないでください。これが3つ目です。はい、で先ほどですねお話しした通り、だいたい 20% から 80% ぐらいの、まあ、充電容量で使い続けるっていうのがバッテリーにね優しいだろうと言われているわけですけれども、このね 0% まで使ってしまうっていうのは、私の実体験に基づいて非常にバッテリーへのダメージでかいかなと。で 0% の状態でさらにこう放置してね、何日間もずっと 0%の状態で放置する、まあ、これがですね相当悪いっぽいですね。でこれの状態を重放電という状態っていうのが、まあ、公式サイトに記載がありますので、この 0% にしちゃった状態ね、重放電、重い放電って書きますけれども、まあ、この状態は避けてください。でこれもねうちのね子供やっちゃうんですよ。もう 0% になればね YouTube をずっと見てしまうとか、 0% であー充電切れちゃったっていうところまでゲームをやってしまう、まあ、これはね非常にバッテリー寿命を短くします。はい、これをやってる iPad って、まあ、子供が使ってる iPad あるんですけれども、バッテリーのね持ちがね非常に悪くなってるというのは、私がね触っててもね分かりますからね、非常にね持ち悪くなってきてます。はい、こういったものは避けて、まあ、正しい充電の仕方っていうところですね、まあ、20% から 80% ぐらいでなるべくこう発熱しないように使うっていうやり方ね、まあ、これをね、気を使ってやっていくっていうことをすればですね、バッテリーのね寿命は長くすることができるんじゃないかなというふうに思います。細Pチャンネル。はい、ということで本日はですね、まあ、iPhone のね基礎的なところになるんですけれども、バッテリーを長持ちさせるコツ3選というところで紹介してみましたけれども、結構ねこれはねやってしまう方が多いかな、充電しながら使うとか、私もね実際のところそういう風にして使ってしまうことは、まあ、ないとは言い切れないんですけれども、まあ私のように複数端末ある場合にはですね、どれか一つ充電してる時には別の端末を使ったり iPad を使ったりっていうのができますけれども、まあ一つの端末しかないとですね、どうしてもバッテリーがなくなってしまって、まあ、例えば出先でどうしても使わなきゃいけない時にモバイルバッテリーを使って充電しながら使うとかね、こういうことってあると思うんですけれども、まあ、それはバッテリーには結構ダメージ大きいよと。発熱というところが特にねバッテリー弱いですから、まあ、そこの点から言うと発熱をさせてしまうと、まあ、このようなところをね避けて、なるべくバッテリーを長持ちさせるっていうところですね、まあ、気を使ってやっていく人はやっていけばいいなと思うんですけれども、私ここまで話しておいて、あんまりですねこのバッテリーをね必要以上にこう
長持ちさせるように使うっていう、まあ、そこに気を使うのって好きじゃないので、まあ、結構自由に使っていいんじゃないのと、 100% にしたければすればいいし、まあ、0% だけは私しないようにしてるんですけれども、とにかくね 100% は別に問題ないんじゃないかな。あと過充電、差しっぱなしで 100% になってもずっとそのまま放置とかって言っても、ちゃんとですねソフトウェア側で過充電状態にはならないように制御されているはずですからね。これ確かどっかに書いてあったと思うんですけれどもね、まあ、そのように今なってるはずなので、あんまりこう差しっぱなし 100% の状態で、例えば夜寝る前に差しっぱなしで寝ちゃうのってどうなのとかっていうのはあるけれども、最適化充電オンにしておいたりすれば 80% で一回止まってて、ちゃんと学習してね、朝の例えば7時に 100% になるようにとか、なるべくこう過充電が起きないようなね、そんな制御も今ありますからね、あんまりこう気にしないでね、気楽に使っていった方が私は楽しく使えるんじゃないかなというふうに、まあ、思ってる派ということになります。はい、最後ちょっとね、ちょっと濁すようなこと言ってしまったんですけれども、バッテリー長持ちさせたい人は守っていきましょうというお話でございました。ということで本日の動画役に立った、面白かったと思っていただいた方はぜひね、チャンネル登録高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。